日本大王国史に掲載されたカロンの発言に基づいた日本地図。カロンは日本大王国史の中で、エゾ地は探検が十分でなく、島か半島か不明であり、津軽海峡は大きな入り江であると書いている。地図は1661年の炭鉱本出版の際に作成されたものだが、その根拠は1636年のカロンの知識である。日本大王国史とは、 フランソワ・カロンが執筆した書物。1620年から1640年に平戸のオランダ商館に勤務したカロンが1636年にバタビア商務総監のフィリップス・ルカスの質問に対した回答が元になっている。カロンは料理人として1619年に平戸のオランダ商館に着任した。その直後に日本人女性と結婚し6人の子供を設け、 日本語に熟達した。1627年には通訳として散布している。1626年には召喚助手に昇進し、1633年4月9日には自席となり、1636年2月には官庁代理となった。官庁代理時代、バタビア商務総監のフィリップスルカスから日本の事情に関する報告を書くように要請されたが、 一般的記事を書くことは断り、1636年にルカスの質問31問に回答する形で執筆された。カロンは本書が出版されることを想定していなかったが、1645年にオランダ東インド会社の創建並びに発展史の刊末に添付され、翌年には再版が出版された。さらに1661年には、 カロン自身が構成を加え、さらに挿絵を付け加えた上で1661年に単行本として出版された。オランダ語版に加えて、英語版、ドイツ語版、フランス語版、イタリア語版、ラテン語版、スウェーデン語版が出版された。日本国の大きさ、日本は島国海か,かに多くの州を含むか、日本における最上支配者の特質と、 権力将軍の住居、地位、行列兵士の数と、武器幕閣及びその権力大名とその勢力、大名の収入とその厳選処刑の方法を何が、重罪に相当するか住民の信じる宗教、人院僧侶宗派キリシタンの迫害家屋、縦ぐらい客の接待結婚生活子供の、教育遺言がない場合の相続日本人は、 信用できるか貿易及び貿易従事者内地商業及び外国公開商業の利益外国との交際日本の物産貨幣及び土量校長従類交戦将軍への越見言語、謝辞、計算方法、子孫に歴史を公開するか。ありがとうございます。